と、いや全く話せないですほとんど何度かいろんなところには通ってました。通ってたんですけど1週間ぐらいでもやめちゃって、続かなかったです。チャレンジはなんか結構やってきましたけど、なんか授業っていうイメージはなくて毎日楽しく、勉強してます。勉強っていうか塩原先生の面白い会話を聞きながら楽しんでます。そうですね、今2ヶ月目なんですけれども毎日楽しくサボりながらやったんですけれども継続できるっていうことは自分でもちょっと不思議で、なんでこんな嫌いな英語に対して今2ヶ月目なんですけどやってこられたっていう意味もちょっと不思議なんですけど、楽しいからやってこれたのかなっていうふうに思ってます。